南京地下鉄4号線は、中華人民共和国チャン通称南京市生活区の仙林湖駅から、コローク流湖駅までを結ぶ南京地下鉄の路線である。南京地下鉄4号線一工事軸間は、南京市城市軌道交通近期建設計画、南京市城市道交通近期建ての項目の一つであり、2011年12月に、中華人民共和国国家発展改革委員会の 批准を得た。2011年12月27日に一期工事区間の試験区間が着工。2012年12月に全面的に着工し、2017年1月18日に一期工事区間が正式運営を開始した。建設計画によると、二期工事区間は、流行駅から長江をくぐり、地図泉駅に至る 10.721km の区間で、 2016年から2020年の間に着工予定である。広北新機動交通計画によると、将来は地図泉駅から北に延伸し、南京北駅に至るとしている。2018年現在、沿線の開発は途上であり、駅周辺でも高涼とした風景が見受けられる。両前駅の例では、アクセスのための舗装路はなく、細道があるのみとなっている。 ありがとうございます。